はい、じゃあ今から毛ガニのゆすぎをします。やっぱり食べ歩いての料理にはまってるよね、うんうん、だってそれだけしょうがないね、環境でね。ね、でもほら、うん、外行ってもまたたまに行っても、うん、ぼんやり食べて帰ってくるから、あら美味しそうとか美味しかったとか思っても、うん、ね、なんかほらサラダ1個だってほら外で食べると美味しいけど、ね、それぐらいだったら多少真似てできそうなもんだけど、ぼんやり食べて帰ってくるから、うん、なかなか帰ってきて、ね、応用できなく、うちでまたするみたいにはならなかったり。そうだね、何を使ってるかなっても意識しながら食べないとね。常にそうだよね。やっぱりほらこうなんていうのかな、味覚がそういうのがほら、あ食べた味で、あこれ何が入ってるみたいなのが分かる人がねいるけど、味覚するでいいんだなって、敏感なんだなって。だから普段から意識するんですよね。だからほら美味しいのは分かるけど、何の味で美味しいんだかがよく、ね、凡人は分からない。だから結局ほら家で自分で料理作っても、なんかもう一味欲しいなって思った時に入れるものがわからないですよ。そうだね、うん、ほら味が